メディアを再生する、ザ・ムーン・グローズ、I Knew From The Start、1956、メディアを再生するザ・ムーン・グローズ、オーバー&オーバー・アゲイン、1956、ザ・ムーン・グローズは、アメリカ合衆国のドゥーワップグループである。リード歌手のボビー・レスターの張りのある声と、バリトン担当のハービー・フークアのブルージーな低音が特徴のグループである。代表曲に、シンシアリー、恋の10回、モスト・オブ・オールがある。ムーン・グローズは、ボビー・レスターとハービー・フークアという二人のボーカリストがいることで知られる。前述した通りレスターの性質は、張りがあり、特にグループの代表曲、シンシアリー、We Go Together といったバラード曲においては、レスターの艶があり力強い歌声が発揮される。バリトン担当のハービー・フークアは、レスターの歌声とは、打って変わり、ブルージーで軽快であり、シーソーやマスカレード・イズ・オーバーといったロックンロール風の曲、プリーズ・センド・ミー・サム・ワン・トゥ・ラブ等のブルース風の曲でリードを取っている。やがて、フークアが本格的にリードを取るようになってから録音した恋の10回で、そのブルージーさが受ける。インクスポッツのチャーリー・フークアの甥であるハービー・フークアは、ブレンティス・バーンズとダニー・コギンスの二人と共にクレイジー・サウンズというグループを1951年に結成する。ボビー・レスターが後に加わる。1952年、クリーブランドのクラブで活動していたところを DJ のアラン・フリードの目に留まり、グループのマネージャーとして参加する。クレイジー・サウンズはフリードによってムーン・グローズと名を変える。コギンスが脱退し、ピート・グレーブスとギターのボビー・ジョンソンが加わる。同年、フリードが立ち上げたシャンペーンレコードからデビューを果たすが、成功することはなかった。次に契約したチャンスレコードでは、成功しなかったのは愚か、倒産してしまうという憂き目に遭う。しかしグループのさらなる努力とフリードの強力なバックアップにより全国的に知名度を上げていく。その活動が功を奏し、1954年にグループは後にチャックベリーやボディドリーらが所属するシカゴのレコード会社チェスレコードと契約を交わす。そしてチェスレコードから発売した1枚目のシングルシンセアリーが大ヒットし、1955年に R&B チャートの1位を記録する。また同月にレコード会社は、ムーン・グローズがバラードのグループとして認知されるのを危惧し、一時的にムーン・グローズは、ボビー・レスター&ザ・ムーンライターズ名義でシングルを2曲、チスレコード傘下のチェッカーレコードで録音している。シンセアリーに続く、ムーン・グローズ名義のシングル、モスト・オブ・オールがヒットしたのをきっかけに、ムーン・グローズは有名、ドゥーワップグループとして、全国的に名を広めることとなる。1956年には映画ロックロックロックに同じレーベル所属のチャックベリーやザ・フラミンゴスと共に出演し歌っている。この頃からフリードとのマネージャー関係は昇華している。またグループは同レーベル所属のボディドリーのレコーディングにもバックコーラスとして参加している。1958年リードを務めていたボビー・レスターがソロ活動のため脱退。グループ名をハービー・フークア&ザ・ムーン・グローズとし、同年にシングル恋の10回を発表し、ムーン・グローズの人気も下火となってきたこの時期最大のヒットとなる。その後もシングルを発表するが、1960年に解散する。フークアは当時マーキーズというグループで活動していたマーヴィンへの才能を見出し、後に彼のプロデュースに力を注ぐ。2000年にロックの殿堂パフォーマンス部門入りを果たす。ありがとうございます。